こんにちは、二四卒のすずです。りなです。と、二三卒のゆかです。かけるです。はい、じゃあ今日は何の企画ですか、ゆかさん。今日は知らないと落ちる就活クイズです。あー、いいね。知っておいた方がいいかもしれないぐらいにしといてください。わ、うん、かりました。知ってたら就活楽しめますか。楽しめる。おお。今回クイズは全部ね、私大塚くんが考えてまいりました。はい、はい。最初は簡単目で、これは早押しです。はい、はい、第1問ブレンブレン、ブレン SDGs を正式名称で言ってください。はい、今のは星くんですね。サステナブル、わかんない。日本語で言ったらでも大丈夫です。はい、持続可能目標。あ、惜しい、めっちゃ惜しい。惜しい惜しい。全員バカだ。バカしかな、バカしかな。あ、まあ早かったかな。サステナブルデベロップメント、グローバルゴールズ。あー、惜しい。そうだよね、わかる。あー、さっきりーちゃん投げてたよ。いや、一旦取り消しで。おりかさん、サステナブルデベロップメント、バカしかおらん。バカしかおらん。さっきのすずの回答が近かった。ね、なんかもっと。はい。え？いや、今すずの。サステナブルデベロップメントゴールズ。あ、正解。さっき違う、グローバルって言っちゃった。そう。あー。ということで、高橋選手ポイントですね。答え改めて言うと、はい、日本語だと持続可能な開発目標。で、英語だとサステナブルデベロップメントゴールズ。おー。サステナブルデベロップメントゴールズ。バカバカ。大丈夫かね、幸先悪いね。大丈夫かな。全然大丈夫です。余裕でした、余裕でした。第2問、はい、身の回りのあらゆるものがインターネットに接続。はい、あ、 IED、 いいよ、インターネットスティンクス、 IoT。 正解、はい、正解。はいはいはい、身の回りのあらゆるものがインターネットに接続される技術を何というかで、はい、インターネットオブシングス IoT。 はい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 、はい、今の素晴らしい、素晴らしいですね。分かってなかったわ、 IoT の。あ、本当、うん、勉強します、します。はい、 IT 指紋知っておくべき。いや、知っておいた方がいいよ。第3問、自動車業界で叫ばれているケースとは何のことでしょう。難しいな、あれ。これちょっと難しくって、 CASE それぞれを何か表してる。じゃあ4つの中の1つでも当たったらポイントあげます。はい、はい、オートマティック。あ、まあ正解。マジか、バカバカなんだ。まあ近かったのでポイントあげます。なので残りの皆さんで CSE、 あ、どこがエクトロニックだったら1ポイントってこと。うん、分かった。そうね、はい、エレクトロニック。エレクトロニック、あー、え、まあ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 、まあ、正解だ。すごい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 。他なんだ。はいはいはい、電動化。スカイ。違います。はい、サステイナブル。違います。全然わからない。 S？ はいはい、コネクト。あ、コネクション。お、コネクティブ。あ、そうそうそう。だけどまあほとんど、そうね、出せない。やったー。ヒントは、うん、普通に食べ物を何とかするとか。あ、わかった。何何、シェアルカーだ。正解。あ、正解、大正解、大正解。ケースは C、コネクテッドで、 A がオートメイテッドで、まあ、自動化、うんうんうん、S がシェアルで、 E がエレクトリック。でこれはめっちゃ出てくるよ、メーカーとかだと。あ、そうなんだ。メーカー出てくるし、はい、覚えててください。はい、はいはいはい、ということでポイントは私が2ポイントです。0ポイントです。あら、2ポイント。僕も2ポイント。おお、IoT シェア。やばいやばい、はい、接戦ですね、檻の向いて。じゃあちょっと楽しい感じのね、はい、入れたいと思います。第4問目ですね、2021年6月実施のサークルアップ登録学生アンケートによる、入社後5年以内に転職退職する予定があると答えた学生は何パーセントでしょうか、はい、っていうので、これフリップに書いてもらって一番正解数が近いポイントです。55%。 いや、高いと思うよ。ちなみにめっちゃ近い人います。私だ。俺だ。めっちゃ近い。似顔絵ついてるから。何し似顔絵ついてるの。ということで答えは
いやー、3人だ、すごい。え、なんで何パーセント、あ、すごい、あ、一緒じゃん、ぴったりだ、すごい、ほぼぴったり、ペアポイントですね、これ。なんかやったと思った。いや、今のは1ポイントですね。まだそこじゃない、まだそこまで行きたい。やったー、いやー、これえ、そんなにいるんだ。意外といるよね。いや、時代ですね。時代だね。時代だね。初ポイントですね。はい、やったー。次もフリップ問題です。2022年2月東洋経済就職指揮法編集部による内定の競争倍率が高い企業ランキングを当ててくださいというもので、まあ、ランキングに入ってる中で最も順位の高い企業を書いた人にポイントをあげます。はい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 、一社。いや、なんだったっけ、なんかさ、書いてください。いや、待って、はい、これはじゃあ30秒で。え、何倍、ちなみに何倍。え、1位は1107倍です。1107倍、早くないですか。じゃあ、いきますよ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。はい、はい、皆さん大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ、せーので出してくださいね。せーの、カゴメ、マイクロソフト、コナミ、雪印メグメルク。おー、それはコナミじゃないよ。いや、なんかコナミをバカにするとかしてさ、なんかコナミじゃない気がするじゃん。思いつかなかった。あれだと思ったんだよね、あの文房具の会社、なんだっけ、名前が思いつかなくて、文房具、そう、あー、だからここでいたのね、これで、そう、ここでこれになっちゃった。最後、ミトンで迷ってたもんね。そうなんだ。ということで、一番近いのは、惜しくない。あー、そうなんですよ、これ。雪印メグミルク、採用数めっちゃ少ないんだよね、確かね。内定者が13人で、倍率が 482.3 倍で。え、待って待って、もっと上がる。待って待って、1やってたい、1やってたい。待って、惜しくナイスです。はい、現段階でのポイント数、私2です。1です。2ポイント。3ポイントです。え、親子どうですか、今の心境は。勝ちたい。おっ、勝ちたいので本気で頑張ります。次は、知ってたら生活が、ちょっと楽しくなる。それめっちゃ素敵だね。うん、これはね、女の子の方が強いかも。はい、よし。東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサー企業をできるだけ多く書いてください。はい、大得意。いや、東京ディズニーランド嫌いなんだよな。じゃあ、制限時間1分で。はい、じゃあ1分経ちました。いや、ちょっと待って。はい、はい、皆さん、ペンを置いてください。あいつめっちゃ書いてます。2社書いてます。マイナスよ。あ、待って、1個書いていい。だめ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 。めっちゃ思い出ついたわ。せーの、はい、ここはソニー、雪印、サントリー、日産、日立、キリン、ユニバ、何も分かりませんでした。 NTT コミュニケーションズ、NTT ドコモ、みずほ証券、カゴメです。 USJ、サントリー、カゴメ、三井府、電通、三菱商事。ボケかぶりしてんのよ、ボケかぶり。かぶせないでくださいよ。でもボケたはいいけど、ちょっと俺は点を取りに行きたくて、ちょっと返しちゃった。いっぱい書いちゃった。いっぱい書いちゃった。一番正解数が多い人で言うと、はい、おすずは1、2。あ、2だけ。 2? あ、マジ来た。ワンチャンじゃない、これ。嘘。そー、0点です。え、嘘。コラコーラと、あとどこ、日立。え、日立いるよ、私見たもん、最後のエクセルクラブパレットで日立って。え、それは違う、時期によって変わるよ。あ、見たもんだって。見たもん、そうなんだ。エクセルクラブパレットで見たもん、日立。あ、3つ自信ある。あ、3つです。あー、カゴメが違うんだ。カゴメ以外全部あってます。で、1ですね。あ、1なんだ。カゴメ、三井不動産。あ、電通とか入ってそうだけどね。いや、入ってないよ。それは失礼。前回のポイントをもらえる人でいいというかと。やったー。最後の問題いきます。はい、これは早押しです。はい、はい、俺一発やってもいい。ちなみにいいよ。本当？うん、okay、楽天民衆による2023年卒新卒就職人気企業ランキングの中で総合ランキング1位の会社を早押しで当ててください。損保ジャパン。はい、アクセンチュア。違う。はい、はい、ヤフー。違う。はい、ソニー。違う。はい、マイクロソフト。違う。めっちゃ違う。はい、住友商事。違う。はい、サントリー。伊藤忠商事。違う。あ、違う。あ、はい、はい、DNA 当てて。違う。はい、ジェシリー。じゃあ、はい、業界は IT です。はい、NTT データ。正解。やったー。
はい、最終結果2点です。2点です。4、3。おー、すごい。優勝はおゆかり。嬉しい、嬉しい、すごい、悔しい、めっちゃ嬉しい、悔しい。好評だったら第2弾やりますので、高評価とコメントとチャンネル登録、バットボタンよろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。